映画「ベガスの恋に勝つルール」のプレミア試写会が6日東京丸の内で行われ、主演のキャメロン・ディアスがレッドカーペットに登場しました。共演のアシュトン・カッチャーは妻で女優のデミ・ムーアと共にカーペットを歩き、特別ゲストで登場したタレントの明石家さんまさんがキャストをエスコートしました。キャメロンとアシュトンはファンからの握手やサインに丁寧に応じ、報道陣からのインタビューに答えました。ラスベガスを舞台に酔って目が覚めたら結婚していた男女を描くロマンチックコメディ。映画「ベガスの恋に勝つルール」は8月16日から全国で公開されます。